M ダンベル号。どうも、MCB です。前回の作業で、石膏ボードの上に OSB 合板を貼りましたが、見た目やコスパが良いだけではなく、木の香りに癒されます。今回の動画、ガレージに最高の屋上を施していきます。よかったら、チャンネル登録もよろしくお願いします。ガラージビデオ19、レッツスタート、ブチ。今日の作業は、シーリングファンのリモコン置き場の設置からやってきます。これでリモコンがなくなることはないでしょう。ガレージを作ると決めてから数ヶ月経ちましたが、ついにフィナーレを迎える時がやってきました。塗装も今日で終わりです。復習です。塗料をバケツに入れるときは、注ぎ口を上にするんでしたね。そうすれば塗料が垂れずに注げます。蓋はすぐに閉めておきましょう。水性塗料なので、刷毛は水で洗っておけば再利用することが可能です。油性の場合は薄め液が必要です。塗料が垂れた場合はスポンジや刷毛ですぐに伸ばせば問題ありません。塗料が垂れたら急いで拭き上げましょう。好みの色になるまで塗っていきます。遠くから見ると気になりませんが、近くで見ると微妙に隙間が空いています。そこでホームセンターで極細のビスを購入してきました。さらに合成ビットという史上最強ビットも購入しました。並べて比較してみると大きさが全然違います。使用するネジのサイズに合わせてビットを変えましょう。先ほど塗装した木材を角に合わせてビスで固定していきます。木材をコーナーに取り付けすると隙間が隠れるだけでなく引き締まった印象になります。ちなみに OSB 合板と同じ塗料を使っているので、取り付けしてから塗装するのでも全然 OK です。一人で作業する場合、壁に木材を2本立てかけておきます。2本の木材の上に置けば手を離すことが可能です。手が離せれば簡単にビスをビットにセットすることができます。天然の木材なので多少の歪みがあります。取り付けするときに隙間が空かないようにビスの向きや締め付け具合で調整します。残りの部分は長さを測ってカットします。反対側も同じ長さなのであらかじめカットしておきます。
Just Beats!